セレクターシリーズ、鳩が選ぶ。花代さんが嘘をついてると思った瞬間ベスト3。第3位、エフェクテッド5話より無言の嘘をつく姉子花代さん。人絵がバトルに3回負けてしまい、ルーコやユズキのことを忘れてしまった時に、ユズキは感情が高ぶったまま、人絵があんなになってるの3回負けたことと関係あるの？と花代さんに問いかけます。それを聞いて無言になる花代さん、そしてセレクターバトルの真実を伝える花代さん。そんな大事なことどうして今まで教えてくれなかったの？と怒るユズキに対して、無言の嘘をつき続ける花代さんは少し辛そうだなって感じました。第2位、インフェクテッド8話より無限少女誕生の瞬間。覚悟ある嘘を決める姉子花代さん。ゆずきは和樹と結ばれるには無限少女になるしかないと確信してバトルをすることを決めました。順調に勝っていくゆずき、無限少女になる最後のバトルの際に花代さんは問いかけます。ゆずき、もう一度、いや最後に確認するよ。あんたがこの戦いに勝てばあんたの抱いてきた願いは叶う。本当にいいんだね、願いは叶うと言いつつも花代さんは本当にそれでいいのか確認してました。願いを叶えるのは花代さんで、ゆずきはこれからルリグになる。それを知りながら今までで一番辛い嘘をつく花代さんに胸が熱くなりました。1位の前に番外編を紹介するよ。インフェクテッド9話より初対面でもしっかり姉御肌を見せていく腕組み花代さん。和樹が買ってきたデッキから出てきた花代さん、驚いているゆずきに向かって、あんたがセレクターと腕を組みながら聞く姿は頼れる姉子そのものでした。ゆずきにセレクターバトルに勝つと願いが叶うことを伝えた花代さん、願いが叶うと半信半疑なゆずきに対して、信じる信じないはあんたの勝手だけどねと嘘をつきながらも堂々と選択肢を与える花代さんは、やっぱり姉さんだなって感じました。こんな堂々とされたらどんなことでも信じちゃうよ。そして第1位はスプレッドの11話より恋する乙女たちの嘘。恋愛も大事だけど友情を大切にする姉子花代さん。花代さんが無限少女になった後、ゆずきの願いを叶えるために花代さんは和樹に近づきました。最初はゆずきの願いを叶えるためだったけど、和樹の優しさに本気で好きになってしまったみたい。でもその気持ちに嘘をついて必死に隠そうとする花代さん。自分の気持ちに嘘をつくのが限界だと思った頃、ルリグになったゆずきにこんなことを言いました。私は和樹も好きだけど、あんたのことも好きなんだ。和樹と幸せになることが私の願いになってしまったら、ゆずき、あんたを裏切ることになる。姉子、今までたくさん嘘をつきつつも、お姉さんのような温かい目でゆずきのことを見守ってきた花代さん。そんな花代さんがゆずきや和樹のまっすぐさに影響されて正直な気持ちを打ち明けるシーンは、まさに正直になれない恋する乙女が素直になっちゃうときめきシーンそのものでした。懐かしの2度目花代さん。応援花代2回サーブドセレクターで登場したレベル2の花代さんだよ。一時期はこの花代さんで戦う人たちが続出したんだって。レベル2だと少しパワーが足りない感じがするけど、常時効果のプラス5000があるからレベル2のシグニでもレベル3やレベル4と同じくらいのパワーにできてたみたい。ここでつよつよ一句、2度目でもガード不可だよ3コスト。オラキ
時は無知なのかな。先端にはお花がついてて花代さんっぽくてかわいい。このセーラー服姿はまさにビーバ界の番長って感じがするね。参戦したらあとも花代さんについていきたい。よろしくお願いします。ハニゴー、今日の動画はここまで。最後にお知らせ、なんと来週からタカラトミーチャンネルでみんな懐かしのセレクターシリーズ振り返り配信もあるので、配信期間をチェックしてぜひ見てください。今日も動画を見てください。